の大きな機影は、まさか空を飛んでいる。今のはエネルギー砲？あんなものが実用化されているなんて。しかし、なんて威力。砂塵で何も見えない。ファクトスフィアの感度を限界まで上げて音だけでも。敵の空中戦艦からの砲撃だ。前期撤退。しかし、光月とゼロが。状況を見誤るな。見誤れば我々は全滅する。今は彼らの生存を信じて引くしかない。承知。あの子のグレンだけでも回収しといてあげよう。地盤も手伝って。分かった、今行く。今の会話だとルルーシとカレンの消息が分からないみたい。東堂たち黒の騎士団は撤退。仕方ない、あんなものが来たんじゃ。ガーフィールド獣医、聞こえる？はい、聞こえます。現状を報告してちょうだい。クルルギ獣医は？スザック君は？わかりません。わからないって。空を飛ぶ艦艇からの砲撃を避けるのに精一杯で。空飛ぶ艦艇、アバロンかい？アバロン？それがあの艦の。ということは、シュナイゼル殿下が。ガーフィールド獣医、すぐに港まで戻って。しかし、スザクが。機体の損傷もエナジーの消耗も激しい。その状態で探索は許可できない。式根島基地の人員が探索を始めるわ。あなたは合流が優先よ。基地から探索？スザクを？騎士だからというわけじゃない。何が？ここでの状況把握は無理ね。仕方ない、一度戻って情報を集めましょう。ガーフィールド、了解。港に向かいます。無事でいてね、ルルッシュ。カレンに、スザクも。あ、ランスロット。あ、ゼロ、ダメだ、何も思い出せない。ここはやっぱり別の島か。植生や気温は式根島と変わりはない。そう離れた島ではないな。インカムもなくしたから連絡手段がないし、ひとまず水場を確保してビバークをできるようにした方がいいか。カレン、まさか。あのスザク。あ、その服は黒の騎士団の。本当に君なのか。カレン、カレンシュタットフェルト、君は。そんな名前で呼ぶな。私は光月カレンよ、日本人の。あ、じゃあ本当に。私は黒の騎士団、今さら隠す気はない。では光月カレン、君を拘束する。容疑はブリタニアへの反逆罪だ。チッ、奥義たちと連絡を取るのは難しいな。しかし一般人を装ってブリタニア軍に助けを求めようにも。オーライ、オーライ。よし、そこで車体を固定して後ろのハッチを開けろ。2号車を先に開けてカスタムの整備から始めてください。はい、コックピット開くぞ。初めての実戦、ご苦労さん。え？あ、はい、どうも。派手に戦ったみたいだが、すぐに使えるように整備しておくよ。ありがとうございます、よろしくお願いします。お帰りなさい、あなただけでも無事でよかった。セシルさん、状況は一体何が起こってるんです？それが私にもさっぱり。今ロイドさんがシュナイゼル殿下のところに行っているけど。そうですか。セシルさん、1号車の方も開けますよ。お願いします。あれはランスロット？あれは
ランスロット、じゃあゼロとスザクが。いいえ、残念ながらあのコックピットはもぬけの殻だったわ。ゼロとスザク二人ともいなかった。ええ、私たちが機体信号を拾って回収に向かった先にはこのランスロットだけが発見されたの。周囲を探したけどスザク君もゼロの姿も見当たらなかったそうよ。それじゃあ二人はどこに。それをこれから調べるの。戦闘のログに手がかりが残っているかもしれないから。レコーダーですね。私も手伝います。助かるわ。戦闘の後で疲れているところ申し訳ないけど人手が必要なの。私は大丈夫です。一刻も早くスザクを見つけないと。ゼロを見つける手がかりが得られるかもしれない。ありがとう。早速取り掛かりましょう。はい。なるほど。君も何があったかはわからない。気づいたらこの島に流されていた。そうだね。あんただって遭難してるじゃない。いい君よ。私の仲間が来れば捕虜になるのはあんたの方よね。ゼロが助けに来ると。必ず。じゃあその前に教えてもらおうか。ゼロの正体を。自分で確かめたら。そうか。君も知らないんだね。え、どうして。やっぱりか。引っ掛けたの？正体を隠しているよりマシさ。君はどうしてゼロに従うんだい？さあね、自分で考えたら。ルルーシュ。ルルーシュなのでしょ？誰にも言っていません。本当です。だから私を撃つ前にせめて。ルルーシュ。宇宙探査レーダーチームはセクション D から F へ移動。サイレントインターバルは。探せ。何としてもユーフェミア様を探し出すんだ。お飾りの副総督なららしくしていればいいものを。このようなことコーネリア様の耳に入ったら。ユーフェミア、公女も行方不明。でもあの場には。こちらの記録でもユーフェミア公女の乗っていたポートマンの位置を特定しているわ。位置的にミサイル攻撃やあなたの言う砲撃に巻き込まれたとは考えにくい。でもあの時を境にポートマンごと行方が分からなくなったの。なるほど。それで基地の兵士が総出で捜索に乗り出しているんですね。探しているのはスザクじゃない、公女殿下の方なんだ。そういう言い方はおよしなさい。公女殿下の行方も大事。そしてスザク君の行方もね。だからこうやって手がかりを探しているんでしょ。そうですね。だったら機体の整備が終わり次第私も捜索に加わることはできませんでしょうか。わかったわ。私の一存では決められないけどロイドさんに掛け合ってみるわね。はい、よろしくお願いします。いやー、まさか浮遊航空艦とはね。あ、ロイドさんと、あれは。実用化はデータを取ってからとか言ってませんでした？君らが作るものは皆興味深いからね、つい実現したくなるんだよ。ハドロン砲も。まずやってみないとね。一度お会いしたかった、セシル・クルーミーさん。私はシュナイゼル殿下。シュナイゼル・エル・ブリタニア。帝国の宰相が本当にこんなところに。第二王子殿下を見下ろすなど失礼であろう。バトレー将軍。 あらセシルさん。お怪我はありませんか？シュナイゼル・エル・ブリタニアです。さあお手をどうぞ。はい。もったいない。すっかり忠義者ですね将軍。本来なら今頃タンブル島の地下深くに繋がれていたはずの私を救ってくださったのだ。そんなに固く考えないでくれないか。今回の件は君のおかげだし、クロビスのこともある。礼を言うのは私の方だ。
我が君。ではセシル嬢、失礼。殿下。そして君がロイドの見つけてきたという、彼女もトリプル A ランクの掘り出し物ですよ。スザク君と違う意味で勘が良い。それは頼もしいね。よろしく頼むよ、ガーフィールド君。はっ。何今の違和感、何か含みのあるような。じゃあ君たちは基地で待ってて。え、どちらへ。野暮よ。ついでにスザックも探してくるから、このアバロンで。予備があると言っても彼 A 型デバイサーだから、昨日みたいな活躍見ちゃうと特にね。え、あ、待ってください。昨日の命令は殿下が。控えよ、それ以上は不敬罪に当たる。あのミサイル攻撃をシュナイゼルが。私です、セシルさん。ハドロン法もね、あの状況でも忘れてはならないことは優先順位です。そしてイレギュラーが起これば彼が助かる可能性もあった。そこにかけたのです。ユフィの騎士であり特化の重要なパイロットであるクルルギ・スザクに。言っていることは間違いじゃない。あのミサイル攻撃がなければスザクは黒の騎士団に捕らえられていた。あの新兵器の有効範囲内ではナイトメアでの救助は不可能。ミサイル攻撃が有用だったことは確かだけど、だからといって。はい、わかりました。無礼をお詫びいたします。処分はいかようにでも。まさか、部下を守れない私が悪いのです。申し訳なかった。あの、シュナイゼル殿下。なんだお前まで。殿下は多忙の身ゆえ。いいんだバトレー、何から。私を基地の捜索隊に参加させてはいただけないでしょうか。ただ待っているのは。仲間思いなんだね君は。いいだろう、バイエル中佐には私から言っておこう。ありがとうございます。ではまた。やっぱり何か違和感がある。言っていることは正しいのに、どこかそらそらしい。第二王子シュナイゼル、あの男つかみきれない。緊張したわ。でもよかったわね、参加を認めてもらえて。はい。じゃ、スザク君のためにも私たちは基地への移動の準備をしましょう。あら、殿下はこちらじゃなかったのかしら。お？あら、殿下はこちらじゃなかったのかしら。お？殿下ならおそらくブリッジに。あなたは？失礼。私はカーリー・ディゼル、本国から同乗させてもらったものよ。ディゼルですって。ディゼル？もしかしてディゼル家の方ですか？エナジーフィラーの権威の。それは妹の方だけどね。私は経営者の方、ご存知かしら。ディゼル・インダストリー。もちろん存じ上げております。ディゼルといえば高貴な家柄。こちらこそ失礼しました、ディゼル卿。私はブリタニア軍特別派遣共同技術部のセシル・クルーミーと申します。あら、あなたたちが噂の特派なのね。殿下のお気に入りの。はい、こちらは特派のパイロットの。待って、あなたもしかして。え、あのどうして私のことを。何、胸の鼓動が速い、頭がキリキリと痛んで視界がかすむ、それに耳鳴りも。何なのこれは。やっぱりよかった、生きていて。はい、私の名はガーフィールド。ガーフィールド。胃液が食道を上がってくるのがわかる。これは恐怖。私はこの女に恐怖を感じている。あの、ディゼル卿、これは一体。なあ、ごめんなさい。この子は生き別れた私の姪なの。最愛の妹、
バニエラの血を引く子。まあ、彼女は妹君のご息女。二人はご親族だったのですね。ええ、まさかこの子が軍に入っていただなんて。私のこと覚えているわよね。それが思い出せない。いや、私自身が思い出そうとすることを拒否しているのか。おお、ディゼル卿、こちらにおいででしたか。探しましたぞ。バトレー将軍、ごめんなさい、殿下と行き違ったみたいで。式根島に来た迎えの船にあなたの積み荷の乗せ替えが終わったそうです。殿下にご挨拶を。ええ、すぐに参ります。ごめんなさい、ゆっくり話せなくて。また会いに来るわね。まさかあの上級貴族であり、ディゼルインダストリーの代表の方が同乗されていたなんて。それに驚いたわ、あなたがディゼル家の。ちょっと顔が真っ青よ。すみません、少し気分が。いつから気づいていた？ホテルジャックの時。そうか、あの時は思わず言い過ぎたよ。でも確信したのは今さっき。甘いな俺も。しかし、なぜコーネリアに相談しなかったんだ？お姉様は私の言うことなんか。それにそれ以上に悲しくて。ナナリーどうしてる？一緒に暮らしている。でも体の方はまだ。憎んでいるんでしょうね。一つだけ教えてくれ。君は母が殺された事件について何か。ごめんなさい、でもお姉様はいろいろ調べているみたい。マリアンヌ様はお姉様の憧れだったから。私も聞いていいかしら？あなたはゼロ？それとも。ルルーシュだよ。ああ、今ここにいるのは君の知っているルルーシュだ、ユフィ。ルルーシュ。安心したらお腹が空いちゃいました。まさかあんなところであの子を見つけることができるなんて。運命はまた私に味方する。いつだって絶望の果てに運命は私に味方するの。バニエラ、あの子のあの瞳はあなたそっくりだから、今度こそあなたのように失ったりはしない、絶対に。本当に大丈夫？糞や足跡からここが野生動物の通り道だとわかる。中世からの罠にアレンジを加えるチャンスだ。おっと。へえ、うまいもんね。君もやってみる？食料確保に協力してくれるなら拘束を解くよ。怪獣しようったってその手には乗らないから。強情だな、学校にいる時とは大違いだ。手かを使っても。私も手伝うから。な、皇女殿下に。肉体労働は大丈夫、システムは完璧で。じゃあ果物か何か探してきますね。気をつけるんだぞ。はい。気がついたのね、よかった。ここは、私はどうして。ここは式根島基地の医務室よ。アバロンの格納庫で急に倒れたから運んでもらったの。すみません、迷惑をかけてしまって。いいえ、謝らなきゃいけないのは私の方。倒れた原因は極度の緊張のせいだと医者が言っていたわ。違う、
緊張なんかじゃない。着任してすぐ実戦で、今日もまた。ごめんなさい、私が配慮すべきことだったのに。戦いでこんな風になったことはない。これはおそらくあの女への。大丈夫ですよセシルさん。それはそうと、あの人はディゼル卿のこと。彼女は一緒にアバロンを降りて船で本土へと向かったわよ。またあなたに会いに来ると言っていたわ。そうですか。そう聞いて安心する自分がいる。やはり私はあの女に怯えていた。でも一体どうして。私が思い出せない記憶で、あの女と何があったというの。ダメ、余計なことを考えていては。ルルーシュたちの安否も分かっていないのに。よし、一刻も早く捜索に出ないと。ダメよ、休んでいなくちゃ。いえ、もう平気です。心配をかけてしまい申し訳ありませんでした。でも今は安静にしておいた方が。大丈夫ですよセシルさん、今は捜索に行きたいんです。それにシュナイゼル殿下にせっかく許可をもらったのに、寝ているわけにはいかないでしょ。それはそうなのだけど。何かあったらすぐに戻りますので、お願いですセシルさん。わかったわ。でも決して無理をしちゃダメよ。わかりました。今はあのカーリーという女よりルルーシュたちを見つけないと。なんとしてでも。敵戦艦通過しました。はあ、たく、空中で止まれる戦艦なんて冗談じゃねえ。やはりこれ以上この海域にとどまるのは危険だ。引き返そう。ああ。いえ、あくまでここにとどまりゼロを探すべきです。確かに。だが捜索隊すら出せない状況、ラクシャートのおかげで隠れていることはできても、もはやゼロやカレンが生存している保証すらない。一歩間違うと組織の存亡に関わる。何を言うのです、逆です。ゼロあっての私たち、ゼロがいて初めて組織があるのです。人あってこその組織だ。貴様の物言いは実にブリタニアらしいな。ではお聞きしたい。ここには様々な主義主張の人が集まっています。しかし曲がりなりにもそれがまとまっているのはなぜですか。結果が出ているからでは。そしてその結果を出しているのは誰なんですか。結果は認めよう。しかし全員の命と比べられるのか。時として一人の命は多くの民より重い。元軍人なら常識のはずです。ここでそれを言うか。仕方ない、教えてやろう。あいつは生きているぞ。官房を聞いている暇は。確定情報だ、私にはわかる。預言者か。お前はなことよりナイトメアの練習しとけって言ったろ、このダホ。ダホ、久しぶりだぞ。私に向かってそんな口の利き方をしたやつは。なんだ偉そうに。ゼロの愛人だからって。違うと言っただろ、ゲスな発想しかできん男だ。俺が言いたいのは幹部に向かってだな。ちょっと待ってくれ、話がそれてる。ともかくこうしよう。ブリタニアの警戒網の外、安全な海域ギリギリで、とりあえず明日一杯待つっていうのは時間制限をつければ。よかろう。仕方ありませんね。ふん、まったく、お前のいたずらのせいでつまらん男と会話を。カレンまであの島に。趣味が悪いな、観察者を気取って。うん、待て、今のはどういう意味だ。まさかそれもお前の仕込みなのか。お前の仕業じゃないのにそんな出来すぎたことが。ルルーシュがあの島にいる今、あいつを助けられる奴なんて面倒ごとを増やしてくれる。こちらガーフィールド。
まずはランスロットが発見された島の南西に向かいます。こちらヘッドトレーラー、了解。捜索中の W3 部隊と合流し捜索活動に入れ。わかりました。くれぐれも無理しないようにね。コマドリのオスを殺したのは誰？それは私よと、スズメが言った。私の弓で、私の矢羽で、コマドリのオスを殺したのは私だと。さあ、行くわよマグダラ。コマドリのオスを殺すのは、誰なのかしらね。どうしたの？美味しいのに。明日にはできると思いますよ、落とし穴。ああ、満腹。食べ過ぎちゃった。今が本当の姿なのかい？そうよ、文句ある？いや、学校にいるよりよっぽど生き生きして魅力的だよ。ふん。彼、騎士団を抜けるんだ。今ならまだ。捕まったテロリストの末路は悲惨だよ。やけにぬるいと思ったらそれが本音？お会いに行くね。私はゼロの親衛隊隊長よ。ナイトメアであんたとも戦ったわ。あの赤いやつ？そうよ。差し違えてでもいつかあんたの白兜を仕留めてみせるわ。彼のやり方では未来はないよ。ならあんたの未来は？支配体制の犬になってただ生きてるだけ。名誉ブリタニア人、第三公女のナイト様？はっ。最後の侍クルルギ玄武の名がなくね。私は違う。この間違った世界を変えてみせる。じゃないと、そうじゃなきゃ兄さんが浮かばれない。だから私は戦う。勝つためなら手段は選ばない。彼、僕はね、父を殺したんだ。父は自決したんじゃない、僕が殺したんだ。この手で。星は変わりませんね、あの頃のまま。昔みんなで見上げたあの星空とあの頃のままでいられたらどんなに良かったでしょう。戻れないのですか？そうだね、戻れたらどんなにいいだろうね。ゼロは僕の父と同じだ。世界は自分を中心に存在していると思っている。だから多くの人の血が流されることを承知で。だから今を受け入れろって？そんなのが平和なの？命よりも大事なものってあるでしょ。諦めろというつもりはないよ。でもね、僕は知っているんだ。間違ったやり方で得た結果が何を残すか、行き場のない虚しさと後悔だけだって。じゃあ教えてよ、お兄ちゃんが生きていた意味って何？間違ってるとか正しいとか誰が決められるっていうのよ。俺はユフィ、俺自身が生きるためにも。みっともなくあがいて生きる意味を探し求める。醜いな俺は。クルルギ君が生きているならこのカミネ島に流れ着いているはずだけど。明朝から捜索隊を出します。うん。で、これが例の？はい、発掘の途中で新宿事変が。うん。やっぱりクロビスはこういうことに向いていたんだな。アバロンからの砲撃があった砂丘地帯一帯の捜索ではまだ何も見つかっていない。そして砂丘地帯よりさらに西側のここでランスロットが発見された。ランスロットが無傷で発見された時点でスザクは無事だと考えるのが自然だろう。それにセシルさんが解析してくれたランスロットのレコーダーの通信ログにはゼロと思われる音声も残っていた。それはつまりゼロがスザクによって捕らえられていたことになる。だけど二人とも姿は見えない。どういうことなの？あの時のことを思い出してみても不可解なことだらけ。
ミサイルは確かに全て迎撃した。そこにアバロンが現れ、発射されたハドロン砲、エネルギー照射と舞い上がる砂で視界を奪われたけど、直前までランスロットは眼前にいた。なのに数分後には姿を消していた。どうやって黒の騎士団の罠から脱した？運よく砲撃から逃れられたとして、どうしてランスロットを乗り捨てたの？もしかしてゼロがスザクとユーフェミアを捕らえることに成功して連れ去った？いや、それだとランスロットを置いていく意味がない。ダメ、わからないことだらけ。何？今のは爆発音？おい、サイモンの機体の反応が消えたぞ。どうなっている？うわあ！嘘だろ、なんだその動き、化け物か！ああ！何？捜索隊の機体がやられている？何が起きているの？これはまるで新宿ゲットーでランスロットと初めて戦った時のような。貴様、黒の騎士団か。答えねば撃つ。すべて避けただと？そんなことが。いいから撃て。くそ、くそ。脱出させずに確実にコックピットだけ狙って。司令部より全部隊に通達。島南西部に正体不明の適正ナイトメア出現、警戒せよ。南西部？この近くに？さっきの爆発はその正体不明機。トカード、正体不明機がこっちに向かっている。気をつけ。ちょっとこっちに向かっている。あれね、正体不明機が現れたって。目視で確認しました。これより戦闘に入ります。見つけた。赤い機体、黒の騎士団のものじゃない。なら反応が早い。ランスロット並みの挙動。敵と分かっていたら躊躇なく撃つ。素質は十分のようね。向こうの武器は電磁ランス。ブリタニアのナイトメアから奪ったのか、それとも。瞬時に敵の武装を把握する判断力。いいじゃない。でも距離を取ればそう来るでしょうね。でもこっちにも、こっちのハーケンが打ち負けた。同じ武装でも性能差を見越していないのは爪が甘いわね。さあ、その第5世代機を改造しただけの機体でどこまでやれるか見せてちょうだい。なら遠距離武装主体の機体で突っ込んできた。いい判断だ。距離を取って、あの足の速さならいつか距離を詰められる。なら、ランスの有効距離を詰めれば。至近距離からコックピットを狙おうだなんて面白い戦い方をする。でもね、ナイトメアでそんな動きが。相手の機体性能を自分の機体と同じと思ってはダメよ。こうなるからね。バリスが。もう一つはこっち。やっぱりあなただった。血は争えないわ。血が。あら、かわいそうに怪我をさせてしまったのね。でも安心して、もう少しで。あら、C2、 どうしてここに。この子どこから。こいつにはあいつの役に立ってもらう必要があるんでな。ここでやらせるわけにはいかない。な、何？こ
これは、このパイロット、あいつの、今日のところは確認できただけでもよしとしましょう。撤退する。何が起きたの？おい、生きているか？これはひどいな。C2、 あなたが助けてくれたのね。ルルーシュは？ルルーシュは生きている。よかった。他人を心配している場合か。それよりもお前だ。聞こえる？今基地の主力部隊がそっちに向かってる。もう少し頑張って。ここは奴らに任せるしかないか。おい、いいか、死ぬんじゃないぞ。分かってる。 C2 は早くここから行ってブリタニアに見つかる。助けてくれてありがとう。ルルーシュが生きているの。それなら私は。ねえ、その明かりって本当に見たの？ああ、捜索隊だろうね。確認した上で対応を決めよう。対応？思考エレベーターね。考古学は得意じゃないんですが、特に蝶とかつきそうなのは。貴様、無礼であろう。でもね、僕の専門とは違いすぎて。こんなことならセシル君に頼めばよかった。そんなに嫌がらないでくれよ。父君もこの手のものにご執心らしくってね。そうなんだろう、バトレー？はい、同様のものが世界の数カ所で見つかっており、私が発見したここを除き全てが天領とされております。これは推測ですが、各国に対しての侵攻計画はこれらのポイントに沿って行われているものかと。うんで、そんなオカルトのデータ解析にガウェインのドルイドシステムを使うんですか？まだ未調整の試作機を。だから君を呼んだんだよ。あは。この辺りだと思うんだが。ルルーシュ、捜索隊がいたらこの時間も終わりなの？仕方ないさ。こんな頼りない騎士がお供じゃ食事すらね。それにクルルギスザク、君の本物の騎士は彼のようだから。あ、聞いていいかな、どうして名誉ブリタニア人を？それは、なぜあの二人が？スザク！え？ユーフェミア様！動くな！彼女は私の捕虜だ！ゼロ！ここは私に合わせろ。あ！そこにいる私の部下を返してもらおう。人質交換だ。ゼロ！お前は、また！近づくな！卑怯だというのかね？いかなる犠牲を払おうとテロリストを排除する。君もこのルールにこだわり主を見捨ててみるかい？その矜持ももはや破られたというのに。この、おやめなさい。黙ってろ、お人形の公女が一人じゃ何もできないくせに。構いません、スザク、私のことなど気にせず戦いなさい。公女殿下、今なら。この石頭が、なにこれ。お下がりください、我が君。クルルギ少佐、あ、それとまさかゼロ。バカ者、ユーフェミア様もおられる。確保だ、確保しろ。ゼロ、あそこにナイトメアが。よし、
あれを使うか。行くぞ。はい。スザク。おっ。スザク、どうしました？ありがたい。無人の上に起動もしていると。壁だ！ユーフェミア様の前に壁を！なんだ、このナイトメアは。ついている。シュナイゼル。彼がゼロか。ああ、ガウェインが。取り返すのだ。この機体ゼロごときに渡してはならん。いい、シュナイゼル。今は出口にサザーランドが捕まってるよ。このまま突っ込む。え、起流せろ。武器は未完成か。あ、スザク。ユーフィ、僕は一体どうしたんです？急に放心してしまって。すみません、どうしたんだ僕は。でもこの感じは前にも。ゼロ、あなたが。心配するな、もう一つは作動している。え、飛んだ？ナイトメアが空を？ガウェインが、我々のガウェインが。よい、所詮は実験機。それより二人の無事を祝おう。シュナイゼルお兄様。ユーフィ、遅くなってすまなかった。そんなこと。殿下、それでは予定通り。ああ。え、お待ちなさい。彼は私の騎士。そのような。後で何とかしてあげるから、とりあえず今は。あの、何が。奥義と連絡がついた。このまま外洋で合流する。はい。あの、それとグレン錦は回収済みだ。朝日奈と千葉に礼を言っておけ。はい。スザク、すまない。お前にだけは使うつもりはなかったのだが。生きろ。クレルギ少佐、命令を。うるさい、知ったことか。そんなもの、俺は生きなきゃいけないんだ。どうやってランスロットから出たのかは知らんが、ゼロを始末する千載一遇のチャンスを、自分の命を惜しんで不意にした。抗弁する気はあるかね。本当に自分が。これ以上はない命令違反だ。クルルギが。はい、詳細は不明ですが。まったく、石川の制圧が終わったと思ったら。殿下。今度は何だ。九州ブロックの関門大橋が破壊されました。何？他4カ所で陸路が、さらに玄界灘に強襲、揚陸艇が多数侵入してきています。中華連邦か。しかし宣戦布告は。いえ、それらの艇隊には日本の国旗が。あなた、ごめんなさい。どうやら姉に私がここにいることが知られてしまったの。そうか。じゃあすぐに飛んでくるだろうね。あの人のことだから。ええ。どうしましょう。姉に何と言えば。僕からきちんと話すよ。ちゃんと話せばあの人だって。本当にそう思う？あんな人なのよ。そうか。あの人は君を愛しすぎている。結婚したことを伝えたら、僕は殺されてしまうかもしれないね。冗談になっていないわ。本当にあなたを殺すかもしれない。そうだね。少なくとも子供たちとは会わせないようにしよう。今
今の話を聞いていたの？大丈夫、心配ないよ。母さんのお姉さんが訪ねてくるだけだから。でもその日はリーナと一緒に家の方にいてね。姉さん、どうして家の方に？研究所の方に来るはずじゃ。いいでしょう、バニエラ。どうしてもあなたの顔が早く見たかったの。美しく成長したわね。大人の女性になった。そういう姉さんは昔と変わらない。20代の頃と全然変わらない。ブリタニアのサイバネティクス技術のおかげよ。あなたも今からでも遅くはないわ。あのディゼル卿、今日は大切なお話が。あなたのような猿がよく私に話しかけられたものね。やめて、宗一郎さんのことをそんな風に言わないで。どうしてバニエラ、由緒あるブリタニア以外は猿や豚も同然でしょ。違う、人種なんて関係ないわ。宗一郎さんは私の尊敬する。ママは？リーナ、ママのところに行きたい。し、もう少し我慢して。やだ、ママのところに行くの。あ、リーナ。リーナ。あら、なーに、この可愛らしい子たちは。あなたにそっくりね、バニエラ。それは…あなたは誰？私は、あなたたちのお母さんのお姉さん、カーリー・ディゼルよ。よかった、目が覚めた。クラリスさん。我々はここに正当なる独立主権国家日本の再興を宣言する。福岡基地を占領したグループの中心人物沢崎敦史は旧日本政府第二次クルルギ政権で官房長官を務めていた男です。戦後中華連邦に亡命していましたが、ゼロの活動に伴う昨今の内情不安につけ込み行動を起こしたものと思われます。なお黒の騎士団が関与しているかは調査中ですが、先日のレーダー基地。関係ねえって。京都は何と言ってるんだ。なあ、知らなかったようです。桜台との採掘権に関してのみ一方的に通告してきたと。ゼロ、私たちどうすれば。沢崎のグループは九州ブロック内のテロリスト組織と協力し、本州四国ブロックの陸上交通網を寸断した後、中華連邦両党軍管轄の支援を受け、福岡、長崎、大分を中心に占領範囲を広げています。中華連邦のツァオ将軍によると、これはあくまで人道支援であり、マニラ会議とメルボルンで。どう、スザ君の様子は？それが作戦なら従うと。あっそ、予備も壊れたままだし、やるしかないね。東京疎開、スザ君の問題に正体不明期、それに続いてこれでしょ。主不在だけどこれをクリアしなきゃゲフィオンディスターバー対策は取れないからね。自分にはあなたの騎士たる資格がありません。命令違反のことならシュナイゼル兄様が非常時のことであり席を問う必要はないと。自分を許せないんです。だから。重荷だったでしょうか、騎士に任じたこと。いいえ、感謝しています。だったら。思い出してしまったんです。え、自分は父を殺したんです。なのに罰せられることもなく能々と生きている。そしてまたこうして守られて、殉職者やイレブンの人たちを横目に一人だけ、そんな自分にこんな資格は。資格なんて私だって。コーネリア殿下、損害が大きすぎます。この天候では空も使えませんし、
上陸作戦は天候が安定してからかと。行幸ですな、暴風雨とは。今のうちに九死をまとめられる。さお将軍、天が味方している。勝ちますよ、この戦は。 EU のガンドルフィー外相に親書。ああ、それとカンボジアのトロモ機関につないで。シュナイゼル殿下、トロモは扱いが。最小閣下。いや、ユフィ、どうしたんだい。何かお手伝いできることはありませんか。エリア11の副総督として私も。ありがとう。その気持ちだけで十分だ。でも副総督には何もさせるなと、総督のご命令です。お姉様、いくら勝手に騎士を決めたからといって。ああ、いえ、それは違います。クルルギの件は私も分かってあげなよ、ユフィ。こんな時だからコーネリアにも余裕がないんだよ。それはバールトン、さっきの件だけど、私の知り合いがルートを持っている。頼んでみるよ。分かりました。こんなに頑張って準備してるのに、やっぱり中止かな、学園祭。そんな問題じゃないっしょ。戦争だよ。戦争って。間に亡命政権を挟んでいるだけで、これは中華連邦との戦争だって。そんな。ニーナ、美術館から借りる予定の屋外ブースは？あ、今日手続きに。できればその後、科学庁に寄りたいんだけど。それって、例のプレゼント？え？プレゼントって？欲しいものがあって、頼んだらくれるって、ロイド先生が。ロイド？あの女ったらしい。いいから、あんたは作業を進めて。んなこと言っても、4人分やってんだよ。スザクたちは軍隊、カレンは病院、残ったバカは雲隠れ。ああ、なんか変わっちまったよな、ルルーシュのやつ。驚きました。まだ混乱しています。ルルがあのゼロだなんて、まだ誰にも言ってません。ルルに会って、直接確かめたいから。あれは、私が書いたものなの。どうして私は忘れているの？ナナちゃんのお兄さんのゼロのこと。ロイドさん、これ2班からの報告書です。例の正体不明機ってやつね。申し訳ありません。私がついていながら彼女を死なせるところだったね。でも仕方ないんじゃない。他の部隊の人もかなわなかったんでしょ。ランスロットぐらいじゃないと相手できなかったんじゃないかな、その正体不明機。そんな期待が。なくはないよ。僕たちみたいな開発チームがブリタニアにはいくつもある。ナイト・ブラウンズお抱えの工房だってあるしね。それって暗にあの正体不明機がブリタニアのものだとおっしゃっているんですか？どうだろうね。ラクシャータみたいな例もあるし、天才ってのは意外とゴロゴロいるもんさ。で、この報告書、何か分かったことはあるの？いえ、レコーダーに残っていた映像から検索をかけましたが、登録されているナイトメアに該当はなし。使用していたランスは基地のナイトメアから奪ったものだと分かりました。ただ戦い方に特徴があるんですよ。脱出装置が働かないようにコックピットの中のパイロットを狙っているような。ひょっとしたら名のある騎士が乗ってたりしてね。そんな、だったら彼女が騎士に狙われていることになります。どういうこと？この機体、出現が確認されてからまっすぐに彼女の方に向かっているんです。まるで意図して狙っているような。その正体不明機の目的が彼女なのか、それとも別にあるのか、僕たちの専門じゃないから、とりあえず殿下に報告だね。はい。それにしてもさ、なけなしのお金で作った予備機を壊すなんて許せない。それもそうですけど、心配もしてください。
彼女まだ意識が戻らないんですから。大丈夫だって、彼女そんなやわな人間じゃないと思うよ。今頃目が覚めてたりして。そうだといいんですが。さっきの夢何だったの？あのカーリーって人が出てきた。それにリーナ、私に妹が。でも思い出せない。さっきの夢は本当の記憶？それとも私が見たただの夢？わからない。クラリスさん、心配をかけてごめんなさい。 Z01 フロートアタッチメントコンタクト、制御ライン確立、ファビオニクス。大したものね。フロートシュミレートもトップクラスよ。ありがとうございます。ねえ、どうして騎士を辞めようと思ったの？それはユーフェミア殿下はこんな僕でも認めてくれたんです。だから迷惑をかけるとあの人が自分自身を嫌ってしまいそうな、そんな気がして。お飾りの副総督、それは最初から分かってたし、でもやれることを頑張ろうと思ったのに。ごめんなさい、クロビス兄様。ゼロに会ったんですけど仇取れませんでした。でもルルーシュやナナリーを救う方法も思いつかなくて、私にはお姉様やシュナイゼル兄様のような力はありません。どこへ行っても足手まといで、気がついたらわがままばかり。お姉様に逆らって騎士を選んでみたのですが返されちゃいました。ああ、聞いてはいるけど今日は書類手続きだけでいいよね。中は皇族の方がご観覧中で。え、どなたですか？それはつまり沢崎とは合流しない。あれは独立ではなく傀儡政府だ。中華連邦の名。しかし日本を名乗っている。名前と主君が変わるだけ。未来はない。無視するべきだ、あの日本。ふん、でもさ、それってブリタニアの行動も放っておくのか？ゼロ、組織としての方針を明確にしておいた方が。そうだな、沢崎の件は置いておくとしても当面の目的ぐらいは。東京に独立国を作る。え？独立？国を？本気か？俺たちの国って。なるほど、やはりあなたは。待ってくれ、いくら黒の騎士団が大きくなったといっても敵は世界の3分の1以上を占める大国。俺たちだけでそんなことを？では聞こう、お前たちは誰かがブリタニアを倒してくれるのを待つつもりか、誰かが自分の代わりにやってくれる。待っていればいつかはチャンスが来る。甘えるな。自らが動かない限りそんないつかは絶対に来ない。ユーフェミア様。周辺確認、ケースデルタ発生。お願い、ユーフェミア様にお礼を言いたいだけなの。一目だけでも。あ、持ってるの。お願い、お願い。コースルームを開けておけ。連行する。おやめなさい、彼女は私の友人です。本当によかったわ、もう目が覚めないものかと。ごめんね、クラリスさん、心配をかけてしまって。いいのよ、あなたが無事ならそれでいいの。検査でも後に残るような傷なんかはないんですって。ブリタニアの再生医療技術ってやっぱりすごいのね。2、3日入院したら家に帰れるそうよ。
よかった。これ以上クラリスさんを付き合わせちゃうと仕事が。バカ、仕事のことなんか今はどうでもいいの。言ったでしょ、血はつながっていなくてもあなたは私の子供なの。子供より仕事を優先する母親なんていない。ありがとうクラリスさん。でもどうしてこんな大怪我をしたの？予備役って聞いていたのに。軍務のことは家族にも詳しく話せないけど、捜索任務についてたんだ。そこに敵が現れて。敵？黒の騎士団が？ううん、正体がわからないって軍の人が言ってた。正体不明って、もしかして九州ブロックに攻めてきている沢崎グループと関係があるのかしら。沢崎グループ、それって何なの？ここ最近このニュースで持ちきりよ。旧日本政府の沢崎って人が中華連邦の支援を受けて九州の福岡基地を占拠しているの。中華連邦の力を借りて日本を再興しようってこと？そうみたい。今はコーネリア総督が自ら鎮圧に向かっているそうよ。私が気を失っている間にそんなことが。ねえ、こんなことあまり言いたくはないのだけど。お、軍を辞める気はない？私のために入ってくれたのは嬉しい。でもあなたがこんな風に傷つくのは私は嫌なの。あなたのことが心配で。クラリスさん。あら、それは子供の可能性を潰すことではなくて？あなたは。カーリー、ディゼル。やっと見つけたわ。よし、上がったな。これで上陸作戦を再開できます。シュナイゼル殿下のご提案も実行できるかと。特派は突破できると思うか？クルルギならば、あるいは扱いに困る男だ。しかし司令官がいない船です。技術力だけでは。ミサイル接近。福岡基地から発射された模様。着弾まで1分05秒。さすが、空爆対策もしっかりしてるね。弾幕を張りますか？この位置なら大丈夫よ。着弾確認。敵航空艦撃破。いくら最新型であろうと単艦では。これはランスロットで実証済みだからね。クルル機少佐、作戦概要を再度確認します。当艦は高高度から敵の前線を突破し発艦ポイントまで移動中。共同兵器 Z01 ランスロットはフロートユニットを使用し敵司令部福岡基地を強襲せよ。なおフロートはエナジー消費が激しいため稼働時間に留意。イエスマイロード。 ME ブースト。敵艦から爆撃機が発艦したようですが、速度が戦闘機以上です。映像を捉えます。ナイトメア。空輸ではなく単独飛行だと。まさか報告にあったあの機装兵器か？ではあれには。九州ブロックを占領しようとしている連中の大義名分は沢崎敦史の存在。つまり彼を失えば新日本政府は瓦解、中華連邦も介入の口実を失って撤退せざるを得ないよね。あれが敵の司令部。オープンチャンネル。私は沢崎だ。
こちらに向かってくる君はクルルギの息子か。そうか、こんな子供がいたのか。あの時ユーフェミア様が私を助けてくれた時、女神様に見えたんです。服を貸していただいたお礼から言うべきでした。そんなこと気にしないで。それにね、私はそんな立派な人間じゃないわ。姉たちに比べたら全然ダメで。ダメじゃありません。え、ユーフェミア様がダメだなんて。私なんかいいところ一つもなくって、本当に何も。両親だってただの人で全然綺麗じゃないし。そんなことないわ、あなたとっても可愛いのに。あ、そんな、本当にダメなんです、全然。あ、嫌いなのね、自分のことが。でも私だって、頭では分かっていても、スザク君のことだって。あ、そうか、スザクも。だからユーフェミア様が自分をダメだなんて言うのはやめてください。だって、だって、だって必要なんです、私にとって。ありがとうニーナ、あなたに会えてよかったわ。なんか分かっちゃった。父は関係ありません。自分は戦いを終わらせるために来ました。降伏さえしていただければ。君は日本独立の夢を奪う気か。なら正しい手段で叶えるべきです。君はそうやってわがままを通すのか。理念なき正義だな。違います、それは。バリスが、あれが中華連邦のガンルー会話だけで気をそらすとは、まだまだ青い。カーリー、ディゼル、やっと見つけたわ。どうしてここに。言ったでしょ、また会いに来るって。探したのよ、軍に問い合わせたら入院したというから心配で急いできたの。ダメだ、カーリーを見たら急に動機が。あの、ご無沙汰しております、ディゼル卿。あら、あなたどこかで見たことのある顔ね。はい、バニエラさんの元で働かせていただいていたクラリス・ガーフィールドです。ガーフィールド、そう、そんな子がバニエラのそばにいたわね。で、あなたがどうしてここにいるのかしら。どうしてって、それは今は私が彼女を引き取っているので。はあ、やっぱりそうだったのね、かわいそうに。え、こんな男も知らないような小娘に母親の真似事なんて無理よ。ありがとう、クラリス・ガーフィールド、これまでこの子の面倒を見てくれて。それも今日まで。この子は私が引き取るわ、叔母である私がね。急に引き取るだなんて、そんな。急にも何もないわ。血のつながっていないあなたより血のつながりのある私といる方が自然でしょ。そうよね。さあ、私と行きたいと言いなさい。いや。ん？なんて言ったのかしら。クラリスさん。ディゼル卿、今日のところはお引き取りを。何を急に。急なのはあなたの方です。この子は大怪我を負ってさっき意識を取り戻したばかりなんです。そんな子に詰め寄るなんて、母親として見逃すことはできません。はあ、小娘が何を。小娘だろうと、母親は母親です。この子の母親は私なんです。だからお引き取りください。このガーフィールドさん、どうしました。覚えておきなさい、その子は必ず私がもらうってことをね。
丈夫、大丈夫よ。あなたには私がついているから。ん？ユフィ？シュナイゼル兄様、プライベート通信の許可をください。エナジーフィラーが。ああ、フロートまで壊れたって？このアバロンを直接基地に。無理無理、全方位シールドじゃないんだから、こっちが落とされちゃうよ。スザク君、エナジーを戦闘と通信に絞り込んで。はい。投降したまえ、スザク君。クルルギ玄武首相の意地として丁重に扱うことを約束するよ。お断りします。ここで父の名を使ったらもう自分を許すことができない。そうか、似ているな君は。強情なところが父親そっくりだよ。クルルギスザク。え、ユーフェミア様。スザク、私はあなたを、あの、今は、私を好きになりなさい。はい。何？今度は何？あ、いいえ、プライベートでして。その代わり、私があなたを大好きになります。ユーフェミア様。スザク、あなたの固くななところも優しいところも、悲しそうな瞳も、不器用なところも、猫に噛まれちゃうところも全部だから、自分を嫌わないで。そうか、かえって心配させちゃったんですね。あなたって人はいつもいきなりです。出会った時も、公女だって名乗った時も、学校を決める時も、僕を騎士に選んだ時も、いつだってそうです。いきなりです。いきなり気づいちゃったんですから。でもそのいきなりの度に僕は扉を開けられた気がする。ありがとう。何をしている。奴を止めろ。最後にお願いをしてもいいですか。最後？僕に何かあっても自分を嫌いにならないでください。あと、その時は僕の存在を全て消してもらえると。友達に迷惑はかけたくないから、転校したことにでもしてください。スザク、まさか。もうエナジーがつきました。ああ、いけない。セシルさんやロイドさん、それとシュナイゼル殿下によろしく。最後まで独りよがりだったな、僕は。スザク、死なないで、生きていて。なんだ。撃て。なんだ今のは。レーダーに反応、いきなり現れました。ステルスか。映像を捉えました。あれは、あの白兜、ランスロットとかいう名前だったか。相変わらず無茶な戦い方だな。短期で本陣を攪乱し、イレギュラーを作る。失敗してもコーネリアは動きやすい。この策、シュナイゼルか。邪魔なんだよ君たちも。ハドロン砲は未完成のはずじゃ。収束できてる？うん、僕が完成させるはずだったのに。ゲフィオンディスターバーの応用でなんとかなったな。でもフロートシステムの開発は私の負け。やっぱり相手はプリン伯爵か。思わぬ共同作業ね。ああ、気持ち悪い。クルルギオ、ランスロットはまだ動くか。やはりゼロか。ゼロだと？オープンチャンネルだな。はい。音を拾え。目的を確認する。エナジーフィラー。私は今から敵の司令部を叩く。君はどうする？何？残念だけどゼロ、お前の願いは叶わない。自分が先に叩かせてもらうよ。
すべて出せ。止めるんだゼロとクルルギを。ゼロ、お前たちは日本を憂いる同志ではないのか。我ら黒の騎士団は不当な暴力を振るう者すべての敵だ。不当だと？私は日本のために。沢崎さん、日本のためならどうして中華連邦に逃げたんです。残るべきだった。みんなのためにも。子供が。共同作戦か、ガウェインとランスロットとスザクとルルーシュが。何？ゼロが？はい、クルルギと共に。何を考えている、あの男。ブリタニアから逃れるためにもガウェイン単独での作戦は正解でしたね。でもグレンが壁になればもっと楽に。どうせ私はもう家にも学校にも帰れないし、今さらランスロットなんかと手を組まなくったって。必要なことは勝利ではありません。黒の騎士団が参加したという事実です。無論表立っての報道はなされないでしょうが、噂は流せます。ゼロが言う通り、これは私たちの立場を全世界に伝える役に立つでしょう。外国に助力をこい、機会を待った何が悪い。それこそが戦略というものなのに。鹿児島ならまだ防衛線が引けますよ。は、世話になります。ここまでだな。バカな。九州最大の要害をいとも簡単に。九州ブロックで勃発した反体制組織によるテロ事件は、コーネリア総督の電撃作戦により沢崎敦史以下4名の旧日本政府メンバーを確保。関与した中華連邦軍の半数以上を捕虜としました。なお中華連邦首脳部は今回の件に関して、両東軍管区ザオ将軍の独断であるとの姿勢を崩しておらず、チベット条約に基づく捕虜の返還を要求してきています。はあ、結構やられちゃったな。でも見てください、式典仕様に塗布した特殊被膜剤のおかげもあって、見た目よりも損傷は軽微ですよ。今回はあのテカテカに助けられたってことかい。そういうことになりますね。ですので本体の方はすぐに修理できそうですが、フロートユニットはダメだね。新しいのを取り付けないと。残りは？予備は2機ありますので、うちの1つがランスロットですね。残りは彼女の機体に取り付けますか？まだいいよ。フロートシミュレートもまだでしょ、彼女。それに復帰できるかどうかもわからないし。ロイドさん、事実を言っただけだよ。それよりほら、通信が入ってるよ。はい、こちら特別派遣共同技術部。え、病院？はいはい、彼女が意識を取り戻したんですね。これで元通りになるといいんだけどな。クルルギスザク、ただいま帰還しました。おかえりなさい、スザク。あのスザク、私ね、分かったんです。理想の国家とか大義とかそういう難しいことじゃなくて、ただ私は笑顔が見たいんだって。今大好きな人とかつて大好きだった人の笑顔が私を手伝ってくれますか？イエス、ユアハイネス。